やっぱ酸化皮膜っていうのが大事だからそうそう、まあ、初めはこんなどうなの結構ね固まるのが早いからねゆっくりいいじゃないのまあこんな感じで、うん、やっぱり立体の方が綺麗かなっていうのがね、うん、はいどうも VGP のダマスです VGP のホチョですそしてと特別ゲストのリアタンですリアタンお願いします偶然呼ばせたので、はい、リアタンにも参加してもらうことになりましたこのレジン液とこの銅箔を使ってアクセサリー作りやつをやってみたいと思います、はい こんな感じですじゃあ気をつけてくっついてやがる OK で完成したらここに載せてますはい銅箔の表面に今酸化皮膜を作って酸化皮膜、はいはいはい、その光の環境でねカラフルなあの表面にしようっていうために加熱します、まあ、こんな感じになるんですね一気に熱いところは銅箔は浮くんでね難しいのでねじゃあくっつきやすいので、はい、あと和紙の方にねこれ以上やると焦げます大きめの和紙の方がいいかな、はい、ここでくっつかないか、はい、じゃあ加熱しすぎるとこんなになっちゃってことで、はいはい、酸化と、はい、じゃああの綺麗にね酸化皮膜がついたということで次はいよいよアクセサリー作りをこういう風に、ね、作っていこうと思います同じ型でおしゃでまず使うのがこれですねレジン液、うんはい、でまず特性あの紫外線に当てると紫外線かこういう風に固まるっていう、ね、こうですね紫外線、うん、紫外線照射装置じゃあまずはこの型にねあの層にして作りたいから半分かなくらいまでちょっとレジン液入れますよいしょ普通にとろみのついた液体って感じですねそうそうそう、うん、これだとね普通のなんかドロッとしてるんだけどおこれを UV ライトとかね出ると結構入れんだなこの段階で、うん、これで土台にして、はい、ちょっと表面張力で丸っこくなっちまってるなちょっと綺麗にしようかお一応ここに爪楊枝用意してあるからおちょっと調整用でねあと泡とかね潰すとあ綺麗にできるんでなるほどそれをね気をつけたいねこれで綺麗にできたか土台が大事って大事じゃあここで一回固めようよし、レブライト行くぜちょっとリエタンやってもらおうかな、はい、女子がやるとなんかよくできる気がするから女子のハンドメイドってやっぱり貴重だよそうだな、うん、でも結構短い時間で固まるとは思うから、うん、まあ表面とりあえず固まればいいと思う、うん、なるほど10秒ぐらいでうんもう固まった、うん、じゃあ大丈夫ここにドアコもう一個爪楊枝用意してあるので、うん、これでちょっと綺麗なとこを探して、はい、ただこっかな。ビジュアル的にだいぶちょっとさっきと違うあの爪楊枝でね、もちろん。ついちゃうなので。くっついちゃうとね。はい、やっぱり。こうやってね。美しさを追求していきましょうね。もう結構ちっちゃいやつを使うんだ。なんかちっちゃいやつをね、私は散りばめたいなと。うん、じゃあ、はい、思って。うん、手でつまむわけにいかないんだ。くっついちゃうかもしれないです。ちょっとやってみますか。うんつくけどこうして、うん、この方がいいかな、うん、こういうふうにその作業を繰り返すわけねはい、うん、まあお好みによっては層にしてもいいとそうねじゃあドアフのそうだけどドアフの好きなところをこうやって刻んで、うん、でいい感じに取れたらでそれある程度できたらもう一回レジン液を手で入れて固めるみたいな感じでね、まあ、こうやって乗せていく感じ、うん、これドアフ自体はそんなに使わないわけねですねもうこれの3分の1くらいかそうだねまあ人によるかもしれないまあ、うん、使いたい人はふんだんに使ってくれるのいいけど、うん、あとはどのぐらいそこに最初の層に入れるかっていうのはまあセンスセンスですかねこう手にくっつくね、まあ、まあ今ねちょこういうふうにね散らしてできたので層にしたいから次もう一回ちょっと UV じゃないレジンをちょっと重ねていく2層構造ではい入れていきます一応つけない方がいいってことねくっついちゃう可能性があるってことね、はいうんあんまり熱くするとあの、うん、乗せられなくなっちゃうから、うんまあ、表面隠れるくらいだからそんないらないかな、うん、そんなにね醤油でピッてって、うん、でさっき使ったのレジンのね用の爪楊枝で、はい、鳴らせ鳴らせ鳴らしますそこはあれあの銅箔をぐちゃぐちゃってちょっともいいわけね全然いいです、うん、で端っこまで気にしたら再び照射照射ね照射当てて固めよう紫外線照射装置紫外線照射装置これでねあのなんだろうね、下の銅箔と混ざらないようにしようっていうね、うん、固めとか、うん、なんか10秒くらい経ったんで固まったと思います、うん、やっぱね酸化皮膜をね見えるようにするには大きいやつの方がいいと思うのなんだろうなるほどその隙間を埋めた感じね、うんうん、いいかもしれないねなんか重ならないようにするとやっぱ綺麗かな、うん、か普通の銅とかもちょっと混ぜてみたらいいかな、うん、あそうあなるほど、ね、あのやっぱ酸化皮膜っていうのが大事だからさ、うん、強調するんだなんか色の違いとかそうそうあじゃあ2層目完成したからあとはこれ
縁のギリギリまでちょっとレジ入れてもらって、ギリギリまで、はい、ギリギリを攻める、あと伸ばせばいいかなくらいで止めれば、もうちょい行ってもいいんでないの、うん、大丈夫、うん、ここどこまでやるか大事なとこだね、うちまでやったら綺麗な感じになるんだけど、あ、はい、じゃあ最後にライトで固めていきます、このぐらいでね、あとでこっちのマシンで、ここに最先端のマシンでライト照射器があるから、はい、で最後にあのこの紐持ってか金具を取り付けるストラップ、うん、ストラップを取り付けるためのねダルマカもちょっとねこうつけていこうと思う、はい、で、レジンをまずはレジンを一滴ね、一滴でいいです、ちょっと出して一滴垂らしたから、次ダルマカンだね、これダルマカン向きはあの穴が大きい方を外、うん、ああちっちゃい方を突っ込むんだね、そうそうそう、にしてこうこうやって乗せる感じだね、乗せる感じね、はい、じゃあもう一回ここで硬化するわけね、はい、まあ、一応どうしよう、うん、でも心配だからもう、あ、じゃあオイレジン大丈夫かな、オイレジンしない、うん、でもう一回上からね、あのサンドする感じでもう一滴、うん、しとくとあの取れないかなっていう安全、うん、よし、指照射、はい、これで強度を高めます、うん、挟むとやっぱ取れにくいから、オッケー完成ね、しっかりさせたいからね、よし、ちょっと最善、最善じゃない、万全を期して、もうちょっといいですか、はい、ついた、光ってる、光ってる、ここ見ないようにね、やべえライト、じゃあ、 あの機械でねしっかり固めたので、よいしょ、はい、完成したやつですね、はあ、いい感じ、よいしょ、どうよ、どうよ、しっかり固まってるかい、じゃあ取り出してみようか、おう、お、よいしょ、おお、取り出した、あちいちち、熱い、熱くなるからね、気をつけなきゃ、もう、まあ、綺麗なもんじゃないの、綺麗ですね、あ、いいよ、おぶね、もうなんかこういう風に、なんだろう、秋のね、なんか紅葉、そう、紅葉みたいな感じだよね、紅葉の山、綺麗じゃないの、もみじってやつ、もみじ、あー、でも落ち葉みたいな感じかな、もみじが散ってる、いいね、じゃあ、風流だね、つけてもらおうか、よいしょ、かました、はい、完成、おっされ、ふぅ、黒の方が入るかな、ほら、いいね、いいね、いいよ、思った以上にいいよ、うん、いいね、うん、端までやるの結構綺麗だね、うん、綺麗、じゃあ完成したものがね、こんな感じで、おお、ゆっくり、いいじゃないの、ちょっと紐が邪魔だね、ストラップ、ストラップね、ストラップの紐がね、ストラップ、よいしょ、まあこんな感じで、うん、やっぱり立体の方が綺麗かなっていうのがね、確かに裏から見ても綺麗だし、確かに横から見てもやっぱ綺麗だし、確かに上から見ても綺麗っていう、確かにはい、仕上げというわけで、今日はねレジンと銅使ったねアクセサリーを作ってみました、はい、いい感じですね、はい、いや結構簡単にはできたから、合わせ技だね、レジンと酸化皮膜の、そうそうそう、銅の酸化の合わせ技だね、とてもいいものだと思います、皆さんもぜひ試してみてくださいというわけで次回の動画でお会いしましょう、それではさよなら、ありがとうございました、うちはしか見てない